皆さんこんにちは。毒舌キャラで親しまれていたおすぎさんとピーコさん、実は2023年現在は2人ともに認知症で施設暮らしだというのです。とても元気に活躍していたおすぎさんとピーコさんだったので、世間では認知症で施設暮らしという現状に衝撃が走っています。また2023年4月11日 X 上でピーコさん本当に心配、自身がマイノリティの立場から社会的弱者に理解が厚かった、そのピーコさんが行方不明、早く元気で見つかってほしいといった投稿が。投稿をしたのは弁護士の紀藤正樹氏。ピーコさんの行方がわからなくなったと週刊女性が報じ、多くの人が彼の身を案じていました。そして2023年4月19日、ピーコさんが万引きで逮捕されていたというニュースがニュースポストセブンより報じられました。失踪していることが報じられたばかりで、その後ピーコさんの行方についての続報がない状態で、今回ニュースポストセブンによりピーコさんが万引きで捕まっていたというニュースが飛び込んできたのです。ピーコさんは同年3月25日に買い物に訪れた店で万引きをして逮捕されていたということです。ただピーコさんはカードで支払ったと意見を貫いていたのだとか、カードは使用停止状態だったということなので、もしかしたら支払い期日に銀行口座にお金の入金を忘れていた状態が続いており、カードが使えなくなってしまったのかもしれません。しかもピーコさんには万引きの余罪が複数あることも分かりました。何でもピーコさんの自宅周辺のお店などが頻繁に警察に万引きの相談をしていたというのです。ピーコさんの万引きや失踪の原因は認知症。もともとは双子の弟であるおすぎさんが2021年夏頃に認知症を患い、ピーコさんがおすぎさんを介護する形で同居が始まりました。まさに様々な場面で問題視されている老老介護というものですね。当時のピーコさんは認知症の症状は見られていなかったのですが、遺伝なのでしょうか。その後ピーコさんも認知症を患ってしまったのです。その結果おすぎさんは自宅近くの高齢者施設に入所することになり、現在も高齢者施設で暮らしているといいます。一方のピーコさんは事件発生までは自宅で一人暮らしをしており、そして2023年3月下旬に暖房とテレビをつけたまま失踪してしまったのです。その後サンデージャポンがピーコさんが高齢者施設に入っていることを確認できたと報じました。二人の知り合いの方によると、ピーコさんが弟を老老介護する形でしたが、実はそのピーコさんにも似たような認知症の症状が出ていて、特に妄想癖がひどかった、病気なのか老化のせいか、お互いの感情の起伏がすごく、毎日のように喧嘩です、兄弟仲は最悪になってしまい、ピーコさんがおすぎさんを家から追い出すこともありました。そのためすぐに同居は解消し、介護認定を受けたおすぎさんは横浜の高齢者施設に入居しましたと語っています。昨年4月と今年3月に女性セブンが横浜で一人暮らしをするピーコさんを取材、記者の直撃に対しピーコさんは、おすぎはもう死んだのよ、ずっと認知症で入院していたのですが2月に亡くなりました、亡くなってお骨になって帰ってきたのなどと返答。しかし実際にはおすぎさんは健在。ピーコさんの口ぶりからも冗談返しというよりも妄想と受け止められるものでした。今や離れ離れになってしまったおすぎさんとピーコさん、しかし2人が芸能界で活躍するきっかけとなったのは兄弟で出演したラジオ番組でした。個性的なキャラ全開のマシンガントークで大ブレイクし、おすぎとピーコとして芸能活動を始め、2人は一躍人気者となりました。息ぴったりの2人でしたが、年齢を重ねるにつれて方向性の違いが生じ、おすぎさんは福岡に拠点を移動、東京と福岡に分かれて暮らす2人でしたが、その人生が再び交差することになったのが2021年でした。2021年の夏頃におすぎさんの体に異変が生じたんです。テレビの収録中に集中力が散漫になったり、物覚えが悪くなるなど、
認知症の初期症状が見られるようになりました。一人での生活が困難になり、横浜市内のマンションでピーコさんと一緒に暮らすことになったんです。そう明かすのは、兄弟の同居開始から現在に至るまでの一連の経緯を知るピーコさんの知人。2021年12月、兄弟の約50年ぶりの同居が始まりました。老後のお金はもう貯金してある。ピーコはお金がないから私が面倒を見ないと、かねてそう語っていたお杉さんの思いとは裏腹に、ピーコさんがお杉さんの面倒を見ることになりました。事務所を畳んで万全の準備とともに始めたはずの老老介護でしたが、現実は甘くありませんでした。いざ同居を始めてみると、これまでと違うお杉さんの様子にピーコさんは大きなショックを受けました。お杉さんの認知症の症状が予想以上に進行していたようなんです。イライラからピーコさんが言葉を荒げる回数が増え、出がけにお杉さんに早くしなさいよ、何してるのと怒鳴ることが多くなりました。ピーコさんが今すぐ出て行ってちょうだいとお杉さんを追い出し、行くあてもなく町を徘徊するお杉さんが警察に保護されたこともありました。実はこの頃ピーコさんにも認知症の症状が出始めていて、記憶力が落ちると同時に感情の起伏が激しくなっていたのです。しかもピーコさんにはその自覚があったので、人一倍苦しんでいたそう。怒ってはいけないと分かっていながら、どうしても感情を抑えることができず、この世でたった一人の肉親を罵倒してしまう。大声を出したピーコさんはいつも自分を激しく責めて、やりきれない思いを抱えていました。もうこれ以上お杉さんと一緒にいてはいけないのではないか。苦しい毎日が続く中、ピーコさんはある決断をします。お杉さんとの生活を知人に相談していたピーコさんは、このままでは二人ともダメになってしまうと、お杉さんを認知症患者の施設に入所させることを考えたそうです。もちろん離れたくはないけれど、これ以上一緒に過ごしたらお杉さんをもっと深く傷つけてしまう。だからといって一人にするわけにもいかない。しっかり面倒を見てくれる施設に入れることが最善という考えで、悩み抜いた末の苦渋の決断でした。ピーコはさん知人と一緒にお杉さんが安心して暮らせる施設を探しました。そして昨年2月、お杉さんは施設に入居。50年ぶりの二人暮らしはわずか3ヶ月で終焉を迎えました。お杉さんが暮らすのは、認知症の症状が出た人が共同生活を送るグループホームで、認知症対応型共同生活介護施設とも呼ばれています。誰でも入居できる施設ではなく、65歳以上、要支援2または要介護1以上の認定、認知症の診断、施設と同一の市区町村に住民票があるといった入居条件があります。2階建てのその施設は、周囲を田畑や雑木林に囲まれた緑豊かな住宅街にありました。グループホームに入所する日、お杉さんに付き添ったのはピーコさんでした。穏やかな表情のお杉さんに対して、ピーコさんは明るく振る舞いつつも、どこか寂しげで目元は潤んでいるように見えたそうです。入所後、ピーコさんは何度もお杉さんの面会に足を運んでは、その生活を心配していました。でもある時を境に、パタリと行かなくなってしまったんです。お杉さんがいなくなって、静まり返る自宅で過ごすうち、ピーコさんはたった一人の弟を施設に入れてしまったという罪悪感に苛まれるようになりました。ピーコさんはいつもお杉さんを気にかける弟思いの兄でした。一方のお杉さんも兄を慕っていて、ピーコがいてくれてよかった、老後は二人で暮らしたいと常々口にしていたのです。その言葉を聞いていたのに、同居中はストレスからイライラしっぱなしで、大切な弟を突き放すようなことをしてしまった。やはり施設に入れるべきではなかったのか、じゃあどうすればよかったのか、という答えの見えない問いにピーコさんは苦しんでいました。50年ぶりの同居を始める直前、ピーコさんはお杉の具合が悪くなっちゃって、嫌だけど私が面倒を見てやらないとダメなのよと周囲に言うものの、その口ぶりはどこか嬉しそうだったと言います。しかし楽しみにしていた同居をすぐに解消しただけでなく、
結果的に弟を施設に入れるという決断をする。予想外の事態となったのです。あまりの急展開に心の平静を保てなくなったのかもしれません。次第にピーコさんは友人らに、お杉は死んだ、お骨になって帰ってきたなどと事実ではないことを言いふらすようになりました。弟を施設に入れたという罪悪感を打ち消すため、お杉さんと死別したと思い込もうとしたのかもしれません。自宅マンションはお杉さん名義だったので、死亡届のような書類を持って管理人に名義変更を願い出たこともあったそうです。時間が経過するとともに、ピーコさんの認知症も進行していき、お杉さんが施設で暮らしていることを思い出せない日も増えました。弟の居場所があやふやになったことで面会に行くことがなくなったようです。認知症に蝕まれつつも、ピーコさんはの心のどこかにお杉さんの存在が残っていました。一人暮らしに戻ったピーコさんは、買い物に出かけるとよく瓶のウイスキーを買って帰るようになりました。もともとピーコさんは大のシャンパン好きで、ウイスキーを好む人ではなかったのです。ウイスキーはお杉さんが大好きだったお酒で、一緒に晩酌をしようと手を伸ばしていたのかもしれません。一方で生活は荒んでいきました。自宅にはゴミがたまり、身の回りのことができなくなっていたピーコさん。周囲がその生活を心配し始めた矢先、事件は起きました。万引きでの逮捕です。逮捕後、行政の担当者が代理人弁護士とピーコさんの処遇を話し合った結果、施設に入るという方針が決定しました。両親と二人の姉を先に亡くし、弟も施設に入っているピーコさんには身寄りがなく頼れる人もいません。弁護士が施設入所の話を聞く中で、ピーコさんは思い出したように、弟とは違うところで、というニュアンスの言葉を繰り返したそうです。お杉さんに会いたい気持ちはあったのですから、相当な覚悟を持って彼を施設に入れたはずです。再びの同居には抵抗があったのかもしれません。それに顔を合わせるうちに、またいがみ合う生活に戻っても困るのではないでしょうか。ピーコさんなりにお杉さんのことを思い、悩んで出した結論だったと思われるので、相当ショックな出来事だったと思います。認知症の進行とともに、ピーコさんはお杉さんを、お杉さんはピーコさんを忘れてしまうかもしれません。別々の施設への入居は、今生の別れにも近い選択になり得ます。今年8月、二人がわずか3ヶ月だけ暮らした横浜市内のマンションはひっそりと売却され、兄弟が帰る場所もなくなってしまいました。いかがでしたか？老老介護の家庭や独居老人が増える中、身内や周囲がどれだけ目を配ることができるのか、今回のような騒動は誰が直面してもおかしくありません。現在65歳以上の約 16% が認知症を患っていると言われているため、お杉さんとピーコさんが兄弟揃って認知症を患ってしまったのは何ら珍しいことではないのです。しかも80歳代後半にもなると男性の 35% が認知症を患ってしまうのだとか。高齢者施設に入所しているお杉さんとピーコさん、かつてのようにテレビでお見かけする機会はほとんどなくなるのでしょうが、元気に過ごしてほしいですよね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。